そういう段階だと、そういうことはい、どうぞ。ですね、時間もちょっとありませんので、多くの方に質問していただくので、はい、じゃあちょっと2つで、いや、このね、比例代表の定員をもっと増やすことが、日本でも韓国でも必要なことだと思うんですが、その辺の、例えばこのチョンギ道では、1995年、の時から比例代表が入ってるんですけども、いまだに、1割 10% ということで、この比例代表を増やすっていう流れは何だろうかということが一つと、はい、すみません、違いますね、比例代表じゃないです、比例代表で取れるとは出れるんですよ、ただと思うんですが、県議会の立ち向けの会議でちゃんと計算を知っておられたので、クールから出る意味ない그것은국회에서선거관련제도를바꿔야합니다그래서그것을하면국가인데선거의태도를가입하고있잖아우리측만보지사는거죠그나마바뀌게된것은헌법소원을통해서그비례대표제를하지않는것이위법이라고하는표에신뢰대제로반영되지않는투표제로이제바꿔야된다는헌법재판소판결이있었기때문에그나마바꾼것입니다それが変わったのが憲法裁判でこれは違法だということを言ったので、それで変えて、まあ、10% だったので、그지방의회 의회가비례대표를하게된것도중앙정당이알아서한것이아니라헌법소원을통해서그당시민주노동당이헌법소원에서그것이위헌이다위헌이다라고판정이났기때문에그것을제도적으로바꾼것입니다추후から変えたものじゃなくて、それが間違っていると民主労働というところで憲法を訴えた、それから変えた。지난정부아마 DJ 정부、文政府시절에그런제도들이바뀌었습니다。前の二つの政権の方で政府の中でこれが変わった。それで 10% だった。じゃあ最後に聞かせます。ですね、やっぱり、ね、私たち全然知らないことですけど、あ、首長ですね。道庁選挙。あとは基礎自治体の市長選挙、これはやはり日本と同じようにあれですか、一人の人を選んで、そしてその首長の権限は地方行政の職員を任命したりするような、そういう強力な権限を日本と同じように持っている、そういう首長システムを取っていますか。지금임명권은거의없습니다임명권이있습니까네소리가나있습니다지방교세의부조과조とか중진계중진계중진계그러니까그비조못됩니까그사조단이가지고있어요단체장이인사권을가지고있는데그인사권은법률에의해서숫자가정해져있습니다임명권못되는데뭐홀로지대민주가기막되고법률에따라서정부그공무원숫자가정해져있기때문에지방단체장이그새로뽑거나데려갔으면아주미미합니다최소한비서진이라든지이런아주정무직몇명정도만경기도의회의경우는가능합니다구비초도있다는데구비초가이진지계는아닌데도어쨌든희소도가간단한약국ぐらいだったら選べるんですけど、その後はもうできないので대신직을바꾸는건지방자치단체장의권한입니다쇼크와칼도와크비초의약관이라는것인데누가그게있으면누가바꾸는누가뽑는거죠공무원은이미신분이보장되어있고신분보장되어있고단체장은그숫자는법률로정해져있습니다있기때문에맞아요공무원과국가가이쪽決まってるわけですね決まってるんです定員は決まってるわけですそれで、地方
그 단체장 있잖아요. 단체장이 그다음 타레가키 시타이노 승진을 시키거나 타레가키 시타이노와 部分があってんがいかないのがね、地方、基礎自治体で、番号をつけると一番、二番とかね、いうものをつけられることって、政党、それから選挙で、まあ、お金が出ると、いうことですけど、基礎自治体の選挙で、そんなに、まず、どのぐらいお金がかかるんですか。例えば、10万人ぐらいの人がね、立候補するにあたって、選挙費用ってあったらいかにぐらいかかるのかっていうのが、ちょっと、 私は民間のサラリーマンですけども、休職をして市議会議員に立候補して当選して活動してます。そういう意味で、
후배에서 지금 취업이 된 거예요. 네. 형은 만회 됐어요. 만회. 학교 국회 전문가.